どうも。この動画では、ロードトゥー・ユエッシー2024の1回戦、見ての感想を話していこうかなと思います。まあ1回戦っつってもね、日本人選手が出た試合しかね、まあ基本的に話さないんですけど、うん、そんな感じで。でね、女子ストロー級かなの元の三木選手は相手が体重超過して、で、そのまま2回戦というか準決勝に進んで、 であと、フライ級で出場予定だった松井時選手は、まあ、自分がね、軽量思いっきりミスって、3キロオーバーとかだったのかな。あんま話題になってないですけど、結構えげつないミスり方してて、前戦もね、パンクラスの秋葉大輝選手との試合でも、思いっきり軽量オーバーしててみたいな、だから2戦連続になってしまった形なんですかね。それでね、まあ、敗退ってことになっちゃったのかな、一応。まあ、試合やってないですもんね。 ということで、まあ、結構、計量オーバーってね、ロード 2UFC、毎回起こってるよね。うん、毎年起きてるんじゃないかな。で、貴重なまあ3試合、まあ、3試合ね、全部勝てば、その UFC との契約できるっていうところで、まあ、相手がね、勝手にね、計量失敗してくれる分にはまあいいんでしょうけど、うん、でも、こんなにね、失敗されちゃうとね、見てる側としてはちょっと、萎える部分はあるよね。やっぱちゃんと試合やってほしいし、 そのためにね、応援してね、見てるわけなんで、うん、ちゃんとしてよっていう思いもありつつ、まあでも無理に落とそうとしてね、死なれるよりはまだいいんでっていうところで、まあ、難しいよね。軽量というか減量のね、仕方がね、多様化した一方で、まあ、結構無理な減量というか、大幅に落とすみたいなのもね、まあ今ならできるんでしょうね。だからこそミスは起こるんでしょうけど、うん、どうしたらいいんですかね、軽量ってね、本当にね。 思うのはまあ、当日計量にしたらいいんじゃねって思うんですけど、でもそんなことね、誰でもね、浮かんでるでしょうし、それをやってないってことは何か理由があるのかな。まあ当日にやるのはね、時間的な兼ね合いで単純に難しいってのもあるでしょうし、じゃあどのタイミングで集めてね、やるのってのもあるし、まあそういうのもろもろ含めて多分ね、試合前日の計量になってるんでしょうけど、やっぱそうなるとね、結構な量の水抜きしたりとか、その計量のプロセスというか、減量のプロセスか、 で、まあ、なんかトラブルが起きた際にもうどうにもならんくなるみたいな。2キロとか3キロとか普通にオーバーしちゃうみたいなことも起きるんでね。まあ、可能ならね、当日計量できるような、ね、仕組みになればいいんかなとかね、最近よく思うよねっていうところで。ま、あでもね、そんな簡単にはわ、まあ、からないだろうねっていうところで話していきますか。えー、まずはフェザー級の3試合ですかね。えー、1つ目が原口信、VS 本ジュニオン。まあ、日本対韓国。 っていうところで、まあ、やっぱ原口選手はめちゃめちゃ強いっすね。去年はライト級で出て、やっぱ明らかに小柄な中で、最終的には相手のフィジカルに負けてね、うん、決勝は結構もう何もできずに負けてしまった感じはあって、で、今回、そのより適正なフェザー級での参戦で素晴らしいパフォーマンスでしたね。1ラウンド目でね、やっぱ打撃1回聞かしたのが良かったっすよね。あのタックルかパンチかどっちか分からんみたいな。 うん、勝敗予想動画でもなんか、それ言ったんかな言ってない気もするし、うん、いや、あんま言わないですけど、ああいうパターンも全然考えられるなというか、うん、やっぱね、あの左のオーバーハンド、パンチ力あるんで、原口選手、ああいうの当たる可能性も全然あるかなっていうところで、うん、多分相手タックル警戒してる中で、ね、一ラン目、左のオーバーハンド当たって、相手ダウンしてみたいなで。そっからまたすぐに組みに行くのもいいよね。うん、よかった。で、一ラン目は完全に取って、で、2位3もね、もうタックル無双というか、 まあ相手もね、対応素晴らしいんですけどね。うん、でも原口選手が、2ランド目、3ランド目ね、めっちゃタックルいって、結局そこで勝ち切りましたよね。だから去年のライト級での決勝では、まあ、序盤からタックルいきまくって、結局最後ガス欠して負けたみたいなところがあったんで、ちゃんとそこを修正してきて、うん、で結果最後までバテずにコントロールして勝つっていうね、素晴らしい内容でしたね、本当に。復帰戦ですもんね、一応。うん。 KO 負けじゃないな。一本負けからの復帰戦としてはもう最高のスタートじゃないですか、これ。本ジュニアも結構でかいですからね、なんだかんだ。タッパーは多分、去年決勝でやった選手とそんな変わんないですから、その相手をね、組で圧倒して勝ったのは本当素晴らしかったですね。やっぱ強いっすね。で、レスリング力強い選手はやっぱ安心して見れるよねっていうところがあって、やっぱ打撃頼みの選手だと怖さがどうしてもあるんですけど、うん、やっぱここまでね、フィジカル強いと安心できるね、原口ン 安定の判定勝ち。うん、強かった。相手のね、本ジュニオンも結構強い選手なんですけどね。一昨年ぐらい、松島暦選手でやってて、その時もすげえいい試合してたんで、どうなるんかなと思ったんですけど、これは完勝でしょうね。全ラウンド取ってましたし、一人なんか30対25とかつけてるジャッジもいましたよね。26個やったかな。まあ、10対8につけてるラウンドもあったぐらいのね、完勝ぶりでしたね。うん、素晴らしい。で、続きまして、ズー・カンジエ、VS、安藤達也。 ん度お立つや、やっぱ。見た目というかビジュアルがいいよね、本当に。うん、バキのキャラでね、あんな人いましたもんね、絶対。ちょっと具体名が一切出てこないんですけど、あんなキャラいたなと思いながら見てましたね。で、リラックスしてるのがいいっすよね。ただ、でもあんまね、頭が動いてないとか、すごい前傾姿勢でしたよね。相手のパンチ。 右のパンチ、序盤からめっちゃ被弾してて、やばかったっすよね。とにかく相手のもう右ストレートが、早い段階からヒットしまくってて、めっちゃ効かされてましたよね、序盤から。終盤まで、ね、ダウンして、KO 寸前まで行ったんですけど、なんか耐えるっていう、生き残るハンドを出せ、みたいな。で、2ラウンド入ってからね、やっぱお互い手数は減って、1ラウンド目からね、かなり飛ばしてましたもんね、お互い。めっちゃ攻めてて、ただ、そのカンの右か、あれがあんまり見えてなくて、もろにもらってましたよね。 で、ダウンするんですけど、なぜか前に出るのは安藤達也っていうね。なんかわからん圧が安藤達也にありますよね。なぜかずっと前に出てるのは安藤っていうね、不思議な展開ですよね。で、飛び込みのその漢字の右はもらいまくるっていうね。で、2ラウンド最後ら辺とかもね、ボディストレートとかめちゃめちゃ効いてましたもんね。明らかにボディ嫌がってる顔してて、そんな顔に出すってぐらいね、めっちゃ効いてましたよね、ボディ。ただでもそれでもいけなかったっすもんね、相手選手も。なんか変な圧が出てたんでしょうね、安藤達也から。 で3ラウンド入ってからもボディストレートもめっちゃ効かされててで安藤選手ずっと手数が減っててじりじり圧をかけるんですけどうんでもね手数が出ずで飛び込みは避けられてで最後はねちょっとクリンチみたいになって相手にぶん投げられて終了と何感じだったっけズーカンジェの判定勝ちまあズーカンジェからしたら完勝でしたよね多分全ランド取ったんじゃないかなおそらく。 安藤選手からしたらまあ、完敗というか、いや、もったいねえよな、マジで。安藤選手はね、乗ってる時はマジで強いと思うんですけど、まあ、今回それがはまらなかったっすよね、うん。序盤からめっちゃ聞かされちゃったのがもうね、運の尽きというか、まあ、普通、あの1ランドだったらね、終わりますけどね、うん、1ランド目で止められても全然おかしくなかったし、2、3でこれ終わるかなと思ったんですけど、終わらないっていう、そこは良かったんですけどね。 で、安藤達也はこういう舞台で強いタイプなんかなと思ってたんで、余計にね、ちょっと残念でしたね。まあでも、これがリアルだよね、というか。でも最後のね、シュートかな。今一応シュートのバンタム級チャンピオンなんかな、安藤達也って。返上してないよね。岡田亮から買ってベルト取ったと思うんですけど、まあ、防衛戦もしてないんですけど、そっからね。だらどうなんかわかんないですけど、あっ、ここら辺の試合とかすげえ良かったんですけどね、なんか。うん、冷静に戦ってたように見えたんですけど、 まあ今回良くも悪くもすごい自信があったのか、ガンガン言ってましたよね。俺ならいけるっていうその自信がね、出てたのは良かったんですけど、うん、それがはまらず、負けてしまったと。ただフェザー級で出てるんで、バンタムで見たかったってのが正直なところではありますよね。俺バンタムで出れったらまた全然、ね、違うことにもなってたと思うんで、うん。まあ、タックルとかもね、バンタムだったら取れた可能性もあるんでね、そこも狂った要因なのかな。まあ、とはいえ負けは負けなんでね。 これで一旦安藤達也の挑戦終わってしまったっていうことで年齢的にも今年34とかなんかな結構ベテランなんでどうするんすかねライジンとかで出てもすげえ人気出そうですけどね強いしねなんだかんだうんそれもおもろいなと思いつつ、まあ、今後の、ね、安藤達也にも個人的には期待してますねで次がカーナマスト VS ンジェこの試合はカーナ選手が自分の良さを発揮しましたよね うん、めっちゃ怖い試合でしたけど、でもあの愚直な感じ良かったというか、まあ1ラウンド目から組みまくって、で、たまに打つパウンドも良くてね、みたいな。1ラウンド目テイクダウン取れたんかな。で、結構コントロールしてみたいなところであ。2ラウンド入ってから相手のタックル切られるようになって、すげえ危なかったっすよね。4時はやっぱ打撃めっちゃ強いんで、アッパーとかも多分めっちゃ効いてたと思うんですけど、でも組でごまかして。で、終盤とか逆にね、打撃カーナ選手がまとめる場面もあって、 すごいよね。結構効かされたと思うんですけど、そこでね、なんでしょう、組みつくだけに終わらず、自分も打撃打ってみたいな。うん、2ラウンド目は取られたかなと思うんですけど、でもそれで結局ね、3ラウンド目また巻き返すみたいな感じになって、すげえよかったな。で、3ラウンド目もね、逆に河野選手が打撃で効かして、でそこから4時が動き止まってね、もう河野選手が組みまくると、で、相手の孫ヨンジ完全にバテ出て、そのまままあ、コントロールしつつ終了。河野マストの判定勝ち。 うん、これも良かったっすね。まあ、ナマストの試合といえばこうだよね、みたいな。そんな試合を見せてくれましたよね。うん、若干やっぱ雷陣で言うと武田浩二に近いものもあるんかな。なんかでも武田浩二よりもだいぶ雑な気もしますけど。でもいいっすね。うん、いいっす、川名マ名ト選手。ただこれで USC あんまいけそうな感じもしないけど、どうなんだろうな。原口真の方がやっぱより洗練されてる感じはしますよね、正直、見てる感じ。 でこの2人が、まあね、フェザー級で準決勝進んでるんで、さすがにいきなりぶち当てないと思うんで、えー、それぞれね、また別の選手でやるんでしょうけど、うんまあ、この2人が決勝で当たった場合はね、原口真が普通に勝ちそうな気もするけど、どうなんだろうな、わかんねえな。こんなバリバリのレスラー同士だとね、どういう決着になるか全然わかんない。でも原口真の方が全体的にバランスがいい気がするんで、そこがどうなんかなってところはありますけど、まだ、あ、どっちもね、頑張ってほしいですね。 で、続きましてね、キヨンビン、VS、サイカー、ヤンボウ達也。これはトーナメントじゃなくて、まあ、ワンマッチ形式のやつで。うんでね、これは、危ない試合というか、お互いに危なっかしい戦いぶりでしたね。うん最初ね、やっぱヤンボウ選手、当てるんですよね、この男は絶対。絶対当てるんですよね。で、聞かせまくって。ただでも、終盤とか、組みつかれてからは、徐々にキヨンビンの打撃が入りだして、 最後パンチまとめられてフラッフラでしたよね。やっぱお互いパンチ力あるんで、でディフェンスあんも良くないんで、すげえ危ない試合で。で、2ラウンド入ってからもやっぱヤンボー選手1ラウンド目のダメージがすげえ大を引いてて、で、最終的にはそっからスタンドパンチまとめられて、レフェリーストップと、ンビ便の2ラウンド KO 勝ち。ああ、でももったいないなと思って見てましたね。勝てそうな試合というか、まあど、ど、ん、なんだろうな50-50みたいな試合があってしまいましたよね。 もちろん丁寧にやればよかったんかなとか思いつつ、やっぱこういう舞台って、ね、ビビってしまって自分の普段の実力が出せないパターンの人もいれば、変になんか気合入りまくりすぎて、空回りしちゃうみたいなタイプの人がいるかなと思うんですけど、空回りしちゃったんかなってちょっと見てて思いましたね。いつも通りやれば全然勝てたと思うんですけどね。でもこれがリアルだよねっていう話ですわな。で、続きまして、これはバンタム級ですね。ユース4、VS、野瀬翔平。 やっっぱユースヨン強いなっていう試合でしたねお互いグラップラーで強みの部分が似てるんでそこでどっちが勝つのかっていうところがポイントででユースヨンの方がねあ勝ってるんじゃないかって勝敗予想の時にもね思っててやっぱ勝ってたよねスクランブルの展開になったらやっぱスヨンの方がいいポジション取るというかバックについたりましてで能勢選手も1ランダ目ねあれバギーチョークとか狙ったんですかねでもうまくセットできずみたいなね 基本はやっぱスヨンが上とかバックとかついたりしてコントロールと。で、2ラウンド目でもやっぱりその形でスヨンが勝って。乗せ選手はやっぱね、自分のいい形になれなかったですよね。で、最後のはでもスクランブルでね、重くなったからのヒールホールドとか狙ったんですけど、まあ、うまくいかずみたいな。だから1、2完全に取られて。ただ3ラウンド目ね、お互いやっぱ疲れてましたよね。うん。あんなにね、スクランブルの展開あれば、そら疲れるよねっていう。 で打撃はやっぱ野瀬選手の方が良かったっすけどね、まあ、選手ねライズの試合とかも出たりしてるんで、打撃もいいんですよね。だからそこで行ってほしいなと思って、で、スヨも明らかに嫌がってる場面とかあったんで、良かったんですけど、ま,あ、また組みに行ってしまって、で、結局コントロールされて負けるっていうね。いやー、もったいなかった気もするな。 組に行くね、振りだけして、すぐ話してね、肘とかも一回やってたと思うんですけど、あれもっと繰り返せばね、勝てたんじゃないかなというか、まあ、勝てたとまでは言えへんか、判定では負けてるもんな。まあ、フィニッシュせざるを得ない中で、1、2でやっぱ組で負けてるんで、そこでやっぱ勝機を探るっていうのは難しかったんじゃないかなってね。うん、まあ外から見てると思いますよね。こういう時にね、やっぱり、なんか自分がめっちゃ得意なところよりも、相手の苦手なところ、 を狙える人が勝つんでしょうねっていうね、ことはやっぱあるんだなって思っちゃったよね。打撃はだってどう考えても野瀬選手の方が良かったですもん、これは間違いなく。でね、組ではやっぱり負けてるわけで、そんなボロ負けしてるわけではないと思うんですけど、でも1、2でやっぱ基本的にポイントを取られるぐらいには負けてしまってたんで、だからこそ最後、打撃に行ってほしかったなってのはありましたね。 その組混ぜて戦うってのが作戦だったんでしょうからねそれをやりきって負けたんで、まあ、しょうがない部分もあったのかなとか思いつつで続きましてダイミススザウパー尾崎選手めっちゃ良かったっすねこの試合打撃の距離感がやっぱすごいよくて、うん、まあ初回予想動画の時もね打撃の距離感がめっちゃいいみたいな、まあ、過去の試合見る限り本当に良かったんでめっちゃいいなと思いつつまあでも負けるんじゃないかなっていう思ってて まあ結果負けてしまったんですけど、でも思ってたよりすごい良かったですね。うん、1ラウンド目ここまで効かせるかと思って。めっちゃいいっすよね、なんかすごいリラックスしてて。で、回りながら。で、距離感も遠いし、やっぱ相手簡単にね、組めなかったっすよね。で、あの飛び込みの右とかもすげえ当たってて、超良かったな、1ラウンド目とか。うん、もうちょいね、めっちゃ効かせられれば、10対8とかついてもおかしくないぐらい、すごいいいラウンドでしたね。 2ラウンド目からね、相手もそのパンチのタイミングに慣れてきて、タックルをね、合わされるようになって、で、組んでテイクダウン取られて、尾崎選手もね、立つんですけど、やっぱりそのコントロールされる時間が長くなってきてみたいな。で、2ラウンド目取られて、で、3ラウンドになったらよりその相手のレスリング無双が光るというか、うん、尾崎選手もめっちゃ良かったんですけどね、寝かしきれないんですけど、でも振りほどけないと、うん。そんな感じで最終的にはね、その組のコントロールの部分で負けてしまって、相手のザウパースの判定勝ち。 あとあれか、2ラウンド目とかね、相手のバックチョークとかめっちゃ危なかったんですけど、なんとか対応してみたいな。でもそういう対応も見れてよかったっすけどね、尾崎選手は。うん、めっちゃよかったっすね、でも。相手がやっぱ結構強いっすよね、これ、うん。体が強かったな、相手の方が。それだけに尽きるというか。でも尾崎選手も何回も経ったんで、スタミナやっぱすごいあると思うんでね、まだまだ今後に期待できる選手というか、まだだって22、3歳とかでしょ。まだまだでしょ、こんな。 ま、うん、だまだ前えるよっていうね見てて思いましたね打撃めっちゃ良かったもんな本当にあのだからサイドステップ使いながらのねあの柔らかい打撃を3ラウンドずっとできる感じだったらねもっと飛躍するよねうんすごいね今後は楽しみになる選手だなと見ていて思いましたで最後がキムキさん VS トッキー、うん、中西トキタカことトッキーねトッキー強いねやっぱりうん 序盤結構ね、ずっと打撃の攻防が長くて、お互いローキックが良かったのかな、うん。時高選手もやっぱ打撃めっちゃ重いっすよね。体が強いからなんかすごい音鳴ってましたもんね、蹴りとか。だかスタンドだと若干さんの方が見栄えはいいというか、うん、パンチでやっぱね、トッキー選手の顎が上がる場面とかもあったんで、スタンドだと若干喜三の方がいいかなとか思いつつ、でも終盤にね、すごい綺麗にテイクダウン決めてて。 でもコントロールはしきれないみたいな感じで、まあ、1ラウンド目は結構微妙なラウンドでしたけど、うん、個人的にはトッキーかなと思いましたけどね。でもあんまコントロールとかできてなかったんで、そこどうなんかなみたいなで。2ラウンド入ってからでもね、トッキーはすぐテイクダウン行って、グラウンドコントロールしてみたいな。いや、素晴らしかったね。でもちょいちょいパウンド打つんですけど、あんま有効的なダメージを与えられてなくてみたいな。でも2ラウンド目は明確にとって。 で3ラウンドもね、テイクダウンからもう完全にコントロールして、今度はね、バックについて、あの4の字6からのバックキープ。ああ、素晴らしかったですよね。足をね、内に入れたり、外に入れたりみたいなポジションを移行しつつ、ずっと決めを狙う感じで、キュサンも防戦一方になってましたもんね。もうちょいね、なんか、キム・キュサンが頑張ってくれたら、決める場面もあったのかなと思ったんですけど、やっぱずっとその場にいて、ね、首をひたすら守るディフェンスに徹してたんで、なかなか決めれなかったっすよね。 あれでキさんがね、もうちょい立ちに来ようとしたりしたらね、変わってたかなと思うんですけど、まあ最後はね、パックについて、決めることはできず、トッキーの判定勝ち。いや、でも盤石の試合でしたね。あの試合できるならね、そうそう負けることないんじゃないかなって見てて思ったし。で、バンタ向きは結局ね、尾崎選手と野瀬選手が敗れてしまったんで、もう日本人選手はね、トッキーしかいないわけですよ。だから頑張ってほしいよね。ということで、 えー、だからフライ級は松井富樹選手が軽量でやらかして、まあ、フライ級誰もいなくなってでバンタムはトッキーだけが進出してでフェザーは原口真とカーナマストが準決勝進出とで女子ストローの元の選手はね相手が勝手にやらかしてくれたんで、まあ、準決勝進出ってことでまあ、なんだかんだねフライ級以外はまあ一応残ったのかわか,からんしどうなんですかねこれ。 優勝できんのかな誰か。バンタムはぶっちゃけ難しいっすよね。グラップラー多いし、トッキーがね、ユースヨンに勝ってるのかも正直わからんし、みたいな。バンタムキって他誰がいたっけユースヨンとあとザウパースーとトッキーとあともう一人誰だっけちゃんと見てないな。ちょっと後でちゃんと見ときます。うん、もう一人もグラップラーなんだったら全部グラップラーになりますね。うん、そろそろでおもろいっすけど、そんなこともあるんだな、みたいな。特にユースヨンとやったらどうなるんすかね勝つのかな うん、勝ちそうだし負けそうな気もするしみたいな競り勝てんのかなフィニッシュとか難しい気はしますけどうーんでもトッキーなら勝ちそうな気もするしみたいなでフェザーはやっぱ原口慎が行きそうな気はするよねっていう言ってほしいよねというか去年の雪辱を果たしてほしいなってところはあるしでも今年のねロードと UFC はね去年の鶴ルやれ、一昨年の中村凛也みたいに こいつは確実に行くっしょみたいな人があんまいないんで、マジでわかんないですよね。うん、すごい楽しいっすけどね。はい。去年、今までで一番私はロードトゥーユッシーがなんか楽しむかもしれないですね。誰が行くかわからんこの感じっていう。うん、ドキドキワクワクが止まらないみたいなね。はい。じゃあそんな感じで終わります。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。